ースは中華賞トライアル第9回シオンステークス G2 芝内回り 2000m13 頭出走メンバーのご紹介です。1番ミアネーロ480kg+4、津村明秀55kg、2番バランスダンサー470kg-2、田辺弘信55kg、3番テリオスサラ474kg-6、横山武史55kg、4番ウゾラフェリーチェ478kg-8、三浦厚生55kg、5番サロニコス446kg増減なし、鮫島和馬55kg、6番クリスマスパレード460kg-2、石川由紀人55kg、7番エラコー488kg-4、横山和夫55kg、8番ゴーザボーイズ432kg+4、クリストフルメール55kg、9番レイククレセント416kg-4、佐々木大輔55kg、10番ホーエリント466kg+6、小崎啓太55kg、11番ボンドガール448kg-10、武豊55kg、12番ハニング432kg増減なし、菅原明55kg、13番ガジュノリ462kg-6、長野武蔵55kg、以上の13頭が出走します。このレースの1着馬、2着馬、3着馬は10月の13日京都競馬場で行われます G1 春夏賞に優先出走することができます。春夏賞トライアル第9回シオンステークススタートまでもうしばらくお待ちください。競馬場11レースエニフステークス3歳児オープンのリステッド競争ダート 1400m 出走10頭です。天候晴れ芝ダート量秋競馬初日の中京競馬場西日本秋競馬初日のメインレースは今年もエニフステークスです。星の名前から付けられたレースです。2年ぶりに中京競馬場で行われるエニフステークス、この距離ダート 1400m に実績のある馬が顔を揃えています。10頭収まりました。スタートしました。先行争いは6番ロードレグレール大ダッシュ、外8番ライトも上がっていく、内から2番エンペラーワケア3番手、芝生の上からダートに足元が変わって